トム・ベイカーは、イギリスの俳優である。1934年、リバプールに生まれる。労働者階級の家庭で、母親は掃除婦で、父親は漁師だった。その後、ロマンカトリック系の学校へ通い修道士を、目指していたが途中で信仰が揺らぎ、1955年から1957年まで、国民兵役につき、英軍医療部隊へところ属した。 1960年代後半から1970年代前半くらいまで、ロイヤルナショナルシアターへ参加して、キャリアを積んだ後、ローレンス・オリビエへ指示して、さらに演技を学んだ。そして1971年に、オリビエによる推薦もあり、彼も出演した歴史ドラマ映画、ニコライとアレクサンドラで映画デビューを果たす。そして1974年から1981年まで、 BBC で制作されたドラマシリーズドクター・フーへ出演してタイトルロールを講演。同ドラマはイギリス国内及び海外でも人気を博しており、ベーカー自身の代表作ともなっている。その後もローワン、アトキンソン主演のコメディ、ブラックアダーなど様々なイギリスのテレビドラマやコメディ番組へ出演しているほか、映画などでも活躍。 1990年代以降は俳優のみならず、声優としての活躍の幅も広げており、アニメーション映画やビデオゲームなどへも声優として参加しているほか、コメディアンのマットルーカスらが出演するコメディ番組のリトルブリテンではナレーターとして出演している。ありがとうございます。